はい、推しです。いつも推しチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最近ペットボトルの蓋がなかなか開かなくなってきた。開かない。そんな風にお悩みの方はおられませんか？若い人が聞くととっても笑い話のようですけども、60代、70代、80代になってくるとペットボトルの蓋がなかなか開けづらくなってくる。そういうようなことをよく聞きます。そういう場合には、単なる握力の低下だけではなくて、全身の筋肉の低下、それが考えられます。これをそのまま放っておくと、サルコペニア、筋肉減少になってしまい、またはフレイルというような現象にも進行していってしまいます。ですので、日頃の筋肉トレーニングを怠らないで実践していくということがとても大切になってきますよね。ということで、今回は特に足腰、筋肉の大体60から70%が硬いに集まっていると言われています。その硬いのトレーニング、それを3つ紹介していきます。どこでもやっているようなトレーニングですけども、実際家の中でトレーニングを取り入れてみると、その効果がとても期待できると思いますので、ぜひチャレンジしてやってみてください。1つ目がフロントランジ、2つ目がバックランジ、そして3つ目がワイドスタンススクワットというものを紹介していきます。ぜひご自宅でできるエクササイズですので、トレーニング取り入れてみてくださいね。はい、それではフロントランジ、そしてバックランジ、そしてワイドスタンススクワット、3つのエクササイズを紹介していきます。足は肩幅に開きます。では腰に当ててください。この状態で片足を前に大きく踏み出して戻す。反対の足を前に大きく踏み出して戻す。これがフロントランジという運動になります。前に突き出した時に、膝がつま先より前の方に行かないように気をつけます。後ろはかかとを上げてつま先立ちになってます。はい、戻す。前に踏み出して戻す。前に踏み出して戻す。こういうような運動をすることによって、ももの前の筋肉が鍛えられます。転倒予防にもとても効果的なエクササイズですので、ぜひ取り入れてみてください。右足、左足やって1回、これを8から10回ぐらいチャレンジしてみてください。さあ、次はバックランジです。バックランジは先ほど前に出して戻す、フロントランジと違って後ろに足を大きく踏み出して戻す、後ろの足を踏み出して戻す、こういう運動になります。ですので、下げた時にお尻の筋肉鍛えられます。後ろで戻す、前、はい、こんな風にやることによって、このお尻の筋肉鍛えられます。なかなかフロントランジと比べて、バックランジはなかなか、あまりやらないようなエクササイズですので、とても効果的なエクササイズの一つですので、ぜひ生活の中に取り入れてみてください。さあ、もう一つはワイドスタンススクワットです。足を大きく広げます。ワイドですので、大きく広げて、そして手は胸の前で合わせます。この状態で膝がつま先の方向に向かって大きく広げていくような感じ。そして上に上げる。お尻を下に下げて上に上げる。こういうような動きになります。最初はあまり運動してない人は、この股関節周辺の硬くなったところを柔軟性を高めるために必要ですので、このぐらいで結構です。このぐらいでね、だんだん慣れてきたら床と平行になるぐらいまでお尻を下げてみてください。呼吸もいろんな呼吸がありますね。スポーツクラブで行くと、バーベルを担ぐと、息を吸って、ふって上げるような息がありますけれども、中高年になってきますと、少し呼吸が安定したような形を得るために、順天堂大学の小林先生の提案している、息を吐きながら4で下がり、そして息を吸いながら4で上がる、そんなスクワットをやると、より効果的で、息もあまり上がらないでできるかもしれません。それでは手を胸の前で合わせます。息を吐きながら1、2、3、4、吸いながら1、2、3、4、こういうような形で、これも8から10回程度やってみるといいですよね。こういうようなトレーニングを体の中に取り入れて、サルコペニア、そしてフレイルの予防として実践してみてください。それでは、Beep beep.